はい、どうもエルザです。それでは2要通やっていきましょう。そうね、今回は前回の続きからやっていこうかなと思うんだけど、こんな感じね。いやー、弓がね、弓っていうか矢が欲しい。あっち行けるみたいだね。嫌な予感しかしないけどね。あ、やっぱ行けないか。あそこ人いるね。開かない。あー、ショートカットか。息を切らして好きだらけじゃ、ひとつきにしてやるわ。上がるね。ひょうたん。防御性能とか上がるんだ。いや、ちょっと待った。そりゃ攻撃力上がるよね。大立ちだもん。マジかー。さっきまで全然落ちなかった、気にしなかったけど。あー、悲しい。いやー、切ないね。あれは切ないね。さよなら。ただアイテムは手に入らないっていうね。さあ、こっから若干対人戦が増える感じか。抜けれそうでね。おお、あやつ。あ、意外とついてこないか。そうそうそう、上がってきなさい、下がってきなさい。はいはい。さあ次。また撃ってくるね。なんなら弓だけじゃん。弓多いな。できるね。この黄色だと、ああ、なるほど。こういって、あ、上か。なんかいるなーと思った。ほい、一撃で、よし。やば。一撃がやばいね。多めだね。
一発がでけえんだよなさっきから。おおおお、ほう、開けることは可能。気づかれねえように一撃で射抜いてやる。さあ練習。はい、あそこ月中。この中は上から行く感じかな。さあこっちの内側。恥ずかしめられるくらいなら。担当、腹切り担当。お母さん、ごめんなさい。ここは降り。あ、こだまちゃん。はい、帰れ。さあ次。くるーっと回って。上行きたいよね。階段なかったもんね。さあこっちは動けないじいさままで襲うなんて許せない。いや、だいぶ荒らしてる感じだね。回復の設定。うん、スタミナ貯めたい。1対1ならある程度はめ技に持っていけそうだしね、今の感じだとね。おお、ダチか弓。60ぐらいか今重りが。水ダメージプラス6.7、増加量があるのか。まあ一旦この状態でいいかな。この背中が光ってる時は何なんだろうね。近くに妖怪とかがいる感じかな。あ、そっか、上何か通っていけれればという感じだね。階段っぽいのあったっけ。こっちかな。裏行って、あ、でもそっからだね。あ、どっかからまあ行けなくはないという感じか。あ、こっち。お、ちょっと待った、これは鍵がかかってる。ショートカットか。どこだこれ。最初のところじゃない、もしかして。マジか。結構回ってくるもんだね。きたね。回避行動で成立するようになると。これで助かるな、だいぶ。覚えれないし。強くね、これ切るまされるんでしょ。ただ気力は使うけどね。そりゃあ立ち上がると、あー、ショートカットだね。はい、あ、道理でそれでレベルが7、8とかの人がいたわけか。ぐるっと回ってきて、まあ最後の締めに倒そうかなとか、そういう感じでもいいわけだね。4。いやー、ガンガンね、ちょっとレベルを上げていきたいよね。レベル上げればさ、素の能力が高まるから、どうにかなるっていうかね。あれ、でもこれ
あ、渡れないね。先にちょっとね、来るかな、どう来る、どう来ちゃう。いや、まあ来れないよね。まあぐるって回り回ってあっち行こっかね。ただここも気になる。思っている、身動きもできんとは。6、賊により惨殺。そっか、ここの外にいる可能性もある。わしらを侮りおって獲物の扱いぐらい心得ておるわ。おお、それで、あ、ヘルメットが飛ぶっていうね。あ、ヘルメット、カブトやね。やべそうか、頭ってあんな大事なんだね。ってことはこれ銃とかの方が後々強えんじゃね。よっしゃー、さあ、はい、危な、はい、一発がでかいんだって。400とかさ、そういえば普通に当ててくるけどさ、強いんだってマジで。お、鎌か、鎌の相手はちょっとめんどくささやな。まあちょっとアイテムだけ上から狙っていこうかな。そしたらね、アイテム特になし、弓がない、矢がないとなると、お、落ちた。これ取って、まあでもヤバそうな感じはする。族の次はあやかしか。もうおしまいじゃ。いますな。終わり。上登って、様子見て、特にそこはなし。いやー、マジか、一発が強えよ。回復するようになるっていうだけだからね。果てた侍の後、何時に一時の力添えをなさん。そう、ちょっと並び替えしたい。あ、いよドア上がったけど、これがいいんだろうね。おお、かっこいいね、王立ちね。レベル4か。こっちレベル1だったんだね。並べ替え、希少、種類。種類順だと助かるね。
まだ3つだけか。長弓も今レベル7持ってる。4か。まあでも前回よりかはある程度慣れてきてるのもあって、慣れててねえなー。そうか、そうか、ライフ見てなかったね。いいか、左上も見る癖つけんと。まあ3、2回かな。したとして2回だね、あのコンボはね。そう、こっちは。上から行けたって感じかな。で、あ、降りれる。普通に降りれる。そっか、降りれるだけか。まあまあ、中に手間あんのかな。よし、危な。多分、あれで上からも降ってくるんだろうね。最悪なパターンはね。しかも開けられてる片方。これで。まあ、これを上げた方がっていう感じはするっけどね。70。カーブとかっていう感じか。お、めっちゃ性能上がるじゃん。で、こっちは、まあ、とりあえず防御力が上がるやつをつけておいて、50だね。よしよし。4000溜まったねー。やべ。なんだこいつ、また新しいのか。尽きた気を斬新にて満たせば気は共鳴し、常世を打ち払わ。いや、それはわかるんだけど、強すぎてさ、相手が。ハーブあの、落としてしまうとダメなんだろうね。マジか。これは聞いちょらん。えい。えい、削る。で、とどめ。しまった。いや、紫の刀が見えたね。でかいね。さあさあさあ。レベル14の武器はどんな感じ？来たね！上がったねー。いいじゃないか。あ、弓はこっちの方が上か。よし。そういえばあんまり小玉ちゃん見ないね。意外とね。絶対見過ごしてそうな気はするんだけど、小玉ちゃん反応は。ああ、なんてこった。
お前の腹の中には子がいたか。なんかいた。なんか今ホワンって音がしたんだけど、気のせいか。なんか音するんだけどな。まさか上か。いや、このまちゃんもね、あれ手に入れとかないとさ、何かと戦略だったりとかが手に入んないんでね、手に入りにくくなるかなんでね、ちょっとしっかりと拾ってはおきたい。いや、でもなんか感じいないよね。どこいるんだ。あ、とりあえず倒すか。動き良くなったと思うよ。いや、回避で溜まるっていうのがマジででけえよ。これで20一緒か。シリーズが揃ってくるといいのかな。あ、いた。めっちゃそんなとこいるじゃん。さあ、戻るんだ。特にここは何もなし。レベル5。さっきのレベル14見たらレベル14ぐらいが欲しくなるね。誰かこの地獄を終わらせて。お、いた。くれ。はい、帰れ。あら、他にもういないんかな。はい、解放。賊もあやかしも切り伏せるとは、お主何者なんじゃ。え、人です。お願いじゃ、命だけは。そうじゃ、こいつをやるから見逃してくれ。やべえなお、何個もらった。もう何、分かった、これ以上やめとこう。この先まだ行けるみたいだね。意外とボスなんじゃないかとは思ってるんだけど。よし、17。ちょっと戦ってみよう。いやー、にしろ最初のでかいの強いねが手に入るかな。あ、違う。これで。ロックしとって。これは特にだね。
示してるものの方が強いか。刀のスキルが上がって、こっち行ける。こっちは？特にないか。いるね。意外とロックオンの範囲が狭いというね。2人いるか。そこにあるよね。探すの大変なんだから。あれはどっか。猫か？すねにまとわりつきよって。お、猫じゃん。なんで？おお。あ、なんかついた。なんなんだろうね。レベル6、レベル6、紫か。まあいいか。こっちに反応があるんだよね。入ってみる。桜の社に何用なんだろうな。いやー、戦略が欲しい。微闇。これはまた特殊な条件になるのかな。うまく力が入らない。なるほど。若干能力が下がるかなんのかちょっとよく分かってないが、あやかしの操り、何かしらあるってことね。人の断りから外れたるものと知るべし。ああ使えない。神業の技にて気の器をかけさせ、さすればその気枯らすことあたわぬ。そう、マヒルか。なるほど、レベル1。逆にレベル1でここまでよく来たね。あ、降りたいアイテム取れると。一回降りるか。もう一回戻ってくればいいっすね。発動しなかった。もう一回登るか。はい、特に多分強いのは引いてないと思うんだよね。うん、だよね。7か。8、129。愛着が伸びればって感じだけど、これでとりあえず
拾って、これも拾って。清らかなお社に賊など入れてなるものか。これも拾って。何かおりますな。ちょっと強くなってるね。あとはこっちはなんか能力的に不利になってる気はするね。やばいね。ちょっと先輩に頑張ってもらえますか。うい、あ、届かない。マークがついたね。いやー、めんどくさいね。直すしかないね。ゴリ押しやね。いやー、お、鍵、社の鍵ゲッチュで、お宝も開けると何かが手に入ったね。いやー、足軽か、足軽か。ダッシュ気力が、腰、まあそんなもんか。でスキルが、まあ、修行しないとほとんどって感じだね。さあで攻撃する、まあ繋げる感じか。下段か。ここ取ったらって感じだね。いやー、なんだろうね、単純に大変というか、なんていうか。まあ、ライフ上げよう。これで、あ、ミッションを抜けるとっていうやつか。なんか色付き、紫は特になんか十図、なんか気をつけた方がいいような感じはするけどね。一括砲ね、一括でチェックできたら最高なんだけどな。さあ、ちょっとはマシだったかな。じゃあ行きますか。
あれまだもう3度かな。いや結構一つ一つが長いね。そう考えると、ね、いやそうでもなかった。なんか飛んできたよね。いや、捕まった。大阪さんが終わってるね。終わっちゃったかい。やべやべやべ。マジかー、途中だったんだけどな。無理だね。ちょいちょいちょい、そのハメはきついって。
また跳ねられるとこやった。いやーこの状況つらいな。危なかったな。もう少しであやかしになっちまうとこだ。さあすげえなと猿かほら拾うもん拾ったら大変だよ。こっちに来てくれ。さあ達成だね。ちょっとね、気になったのは頭の装備を見えなくすることはできるのかなと思ってね。頭防具即表示しないができたんで、早くこっちに来てくれよ。いや拾ってくれよマジでやっとクリアなんだから。あレベル8、まあ、900までいったか。上段攻撃上がるのか、中段構え。やはり鎖釜ね。力押していい。
いいかな今のところは。そんなもんかな。さあ話してみましょう。さあミッション終了。待ってたぞ。あのフニ読んでくれたんだろ。俺は藤吉郎、お前の名は。ヒデか。よし、じゃあヒデの字な。呼びやすいだろ。知恵を頼りに霊石を売り歩く俺にはいつしか猿が取り付いた。お前はあやかしを倒すあやかしだけど、宿っている魂は紛れもなく人だ。俺たちはきっといい相棒になれるはず。下船だとか汎用だとか、そんな世評は笑い飛ばせ。一緒になりやがってでっかい夢を見てやろう。さあ、どうする？よし、どうせ行くとこないんだろ。来いよ。しかしすっげえな、あんなごついので、喋れないのは何か訳が。あ、すまん。ま、いろいろあるわな。夢の始まり、やっとクリア。いや、投げかった神猿を宿したと。いや、さあね、防御だね攻撃力も大事だなと思うけど、ガードが欲しいね。あと遠距離で何かと攻撃ができる方法。さああちこちあやかしだらけになっちまったのは長い戦乱のせいらしいと。慣れてるのはここの美濃だけじゃない。オファリアこの絵にも魚たちが戦に明け暮れていると。でも一気旗あげる、一気あげるには絶好の機会。まあ確かに腕っぷしでどうにかすると。おお、でかっ。まあ一応コストがあるんだね。俺の集めてる霊石には大きな力があったな。異国じゃアムリタとも呼ばれ、国の戦を決めちまうほどなんだとか。今や日の本は力がものを言う戦乱の世。戦のたびにこいつが飛ぶように売れるってわけよ。だがこのご時世、あやかしや野党がおって命がいくつあっても足らん。そこで腕っぷしの立つお前みたいなやつを探してたってわけだ。まずは俺が上得意にしてるお客に会いに行こう。付き合ってくれるだろ秀の字。
はい、ということで、なんとかありましたね。噴煙のあやかしと。次はそれらしいですね。まあ、拠点もあるけど。闇山と森。結構、あれだね。サブミッションとかもあるんだね。そっか、この辺りはどうするかちょっと考えておこう。まあでもね、そうだね。メインの話を進めたいなっていうところも強いんで、それはそれでやっていこうかなと思います。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価などよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いいたしましょう。ほんじゃあ、またな。